部やってました。ソフトテニス部。まあ家が近かったっていうのもあります。初めてここを知ったのが学校の中にあったポスターを見て興味を持ちました。で、まあ、来てみてなんか面白そうだなと単純にそう思ってちょっと始めてみようかなって思いました。なんか今までやってたゲームとかそういうのはなんか一人でやるみたいなゲームとか多かったんで、なんか実際に友達と話しながらやるっていうのを感じて、なんか協力するってすごいなって思いました。やっぱり、まあ、協力っていうのを大切にします。そしてやっぱ楽しむゲームの本質とかそういうのはやっぱ楽しむところにもあると思うので、その楽しむってこともしっかりできるようにやってます。生で友達と協力、他のスポーツとかは、まあ、サッカーとか野球はもうしっかり直で友達と触れ合ってでスポーツすると思うんですけど、 e スポーツってなんかもう見えない人、いない人とも一緒にできるし、そういうことしか、まあ、今までしてこなかったけど、学校にあることによってそういう他の部活とかと同じように目の前に人がいて一緒にあれしようこれしようとか直でできるっていうのがやっぱ学校にあっていいところだと思いました。